みなさん、こんにちは。この動画ではサッカーを行うための基本的な動きやゲームを紹介していきたいと思います。それではやってみよう。おー、まずは自分のバランス感覚をチェックしてみましょう。サッカーは片足で立ったり人とぶつかったりすることが多いスポーツです。バランス感覚を鍛えることで素早い動きや倒れにくい体を目指しましょう。1、片足立ち。両手を広げて膝を腰の高さまで上げます。そのまま10秒キープしてみましょう。反対の足でも同じようにやってみます。簡単にできるようになったら時間を伸ばしたり目をつぶってみたりボールを挟んでみたりといろいろアレンジしてみてください。2、手押し相撲。家族やお友達と一緒なら手押し相撲で勝負してみましょう。まずは両足で立って行います。体のバランスを意識するだけではなく手を押したり引いたりするなどして相手との駆け引きも楽しみましょう。慣れてきたら片足立ちにも挑戦です。3、ボール乗り。最後は少しレベルアップをしてボールを使います。お尻や背中で乗ってみたりお腹で乗って飛行機のポーズなどをしてみましょう。どうでしたか？この他にもバランス感覚を鍛える遊びはたくさんあります。楽しみながらトレーニングを続けていきましょう。次はサッカーの基本的な技術の一つであるトラップについて説明していきます。皆さん、トラップってどんなものか想像できますか？知らない人もたくさんいると思うので、まずはトラップがどういうものか見てみましょう。このように自分のところに来たボールを止めることをトラップと言います。サッカーをしていく中でボールを自分の思った通りの場所に止めることはとても重要な技術です。ということで、まずはトラップを体験してみましょう。まずはレベル1、ボールを上に投げて太ももに当てます。ボールを投げたら落ちてくるところに太ももを上げてみましょう。ポイントはボールを真上に投げることと太ももがまっすぐになるように上げることです。できたかな？次はレベル2、足の甲で触ってみましょう。足を少し上げてボールを迎えに行きます。さっきやったみたいに真上に投げるとやりやすいよ。ちょっと難しい時はボールを低めに投げるとやりやすいです。変なところに飛んでいかないようにするにはどうしたらいいか考えてやってみてください。最後はレベル3、とっても難しいです。まずはお手本を見てみましょう。瞬間に座ったらやりやすいです。どうですか？全部できたかな？サッカーは手以外ならどの部分でもトラップして OK なので、ぜひいろんな部位を使ってやってみてくださいね。次はパスについてです。パスは一番多く行われるプレーで、サッカーの基本となる技術です。パスをすることで味方にボールを渡すことができます。パスにはいろんな種類がありますが、その中でもよく使われるインサイドパスについてここでは説明していきます。インサイドパスとは足の内側でボールを蹴るパスです。インサイドパスのポイントを3つ紹介します。
一つ目のポイントは、ボールを蹴らない方の足のつま先はパスを出したい方向に向けるということです。つま先がパスを出したい方向以外のところを向いてしまっていては、蹴りたい方向にボールが蹴りません。パスをするときにはつま先で方向を決めてから蹴りましょう。ポイントの2つ目は、蹴る方の足はアルファベットの L の形に固定しようです。左足で蹴るときは L の形、右足で蹴るときは逆向きの L の形になります。この形のままボールを蹴ります。しっかりと固定することで力強いパスがまっすぐ出せるようになります。3つ目のポイントは、土踏まずのあたりでボールの真ん中を蹴ろうです。かかとで蹴ってしまったり、つま先で蹴ってしまうとボールが変な方向に飛んでいってしまいます。この3つのポイントを押さえて蹴ってみるとこんな感じです。普段の生活ではあまりやらない動きなので、最初は難しいかもしれないけど、何度も練習するうちにスムーズにできるようになります。お家の人やお友達とパスをし合って練習してみてください。以上でサッカーの基本的な動きやゲームについての紹介を終わります。皆さんぜひやってみてくださいね。